の芝人たちの希望、見せてやろう。返す。かつて天下にふさわしい男がいた。そしてその子もまた波動を継ぐに足る器であった。しかし宗師すでに覇者たる風と格なし。故に我らの才をもって義を改める。話が大きくなってないか。曹操を除くのはまあわかるけど、将こういうものは徹底せねばならんのだ。愚者に己が分際をわきまえさせるためにもな。諦めろ。無駄な温情は本当の面倒くせを招くぞ。恩を打ち払い、義をあるべき姿にするのだ。やはり芝一族は反乱を企んでいたんだ。曹操様不在の隙を狙ったな。曹操の患者が潜んでいるのは予測済みよ。騒がれる前に残らず排除するぞ。我らでは止められない。早く曹操様に報告せねば。これでいい。西門より侵入し、急ぎ洛陽を制圧せよ。慌てて帰還する曹操を迎え撃つぞ。この不穏な空気、まさか反乱。ここは通しません。急いで城内の守備を固めるんだ。守りを固めたとて一の間ではありません。要所で我らの力を見せつけ、内側から崩すぞ。武士の将は東から、私と春夏は西から回る。要所を制圧しつつ玉殿まで合流するぞ。旦那様、私たちは武器庫から。よろしゅうございますね。こちらに向かうぞ。強いんだ。やっぱり芝一族には逆らえない。
下をお通りください。ワイドルにお見せ出しようとした主人が、我らが主人が捕らえられています。どうかお助け願います。アラガーノ、我らの賛同者、解放してやれば役に立つかもしれない。まあ旦那様、そんなに張り切って、無理をなさって腰など痛められませんよ。ルフィ、そうすればついていても勝ち目はない。俺たちを仲間にしてくれませんか。お助けいただけるとは。この恩は後ほどきっとお返しします。俺たちは命令で動いていただけなんです。今からは芝居様に従います。芝一族、ついに動き出したな。だがその野望は私が止めてやる。旦那様、息切れなさっていません？まさかご自分のお年をお忘れに。私はこの通り眼見だ。とにかくこのまま玉座の間に向かうぞ。ながらお見事な武器、策の出番もありません。まあ旦那様、そんなに張り切って無理をなさって腰など痛められませんか。アラガーノ、私の知略が破れようと。敵将、私が討ち取った。玉座の間を確保したな。これで洛陽の制圧をなったぞ。伝令、曹操軍先鋒が洛陽に帰還した模様。のこのこと現れたな。こちらは準備万端。そうそうそう、それに組みする者を全滅せよ。うつう、さあ我らも進むぞ。瞬間、何か言いたいことでもあるのか。旦那様、から元気が痛々しゅうございますよ。もうお体の限界では。この身の処し方は、まあ考えておく。伝令、曹操軍本隊が洛陽に帰還しました。たった一人で残る。我が知略の餌食になりたいらしい。私が討ち取った。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんか。うせろ、洛陽はすでに芝居の焼酎だと。撤退だ、落ち延びるぞ。往生際の悪いよ。逃走を逃がすな。誰か私を助けよ。大将軍の窮地であるぞ。助けていただい
恩をお返しします。曹操の行く手は我らが阻みましょう。芝居恩を忘れ曹家に義に立てつくとは。恩は打ち払われた。これより義はあるべき姿に戻されるのだ。